こんにちは、ジャンカメラ系 YouTuber みんなっちです。今日はシグマの高倍率ズームレンズ DC18-200mm F3.5 から 6.3 を紹介します。2005年に発売されたレンズで、すでにカタログ落ちしているんですけど、手ブレ補正や超音波モーターを持たない代わりに非常に小型で扱いやすいレンズになっています。動画で使うのは厳しいのかもしれないんですけど、私写真撮るときはあまり手ブレ補正を使わないので、非常に魅力的なレンズに見えます。このレンズはハードオフジャンク品3850円で買ってきました。レンズ内にカビありますということなので見てみましょう。後ろ玉にカビが見えているレンズになります。ただ私が普段買っているレンズから比べれば十分程度がいいレンズになります。外観がすごく綺麗なレンズで、使用感は少ないです。ズーム操作もスムーズに動きますし、文字のかすれなんかはなさそうです。あとこれ、ピントリングを回してあげてもレンズが前後に動かないインナーフォーカスタイプなのもいいなと思って買いました。今までニコン用の 18-200mm といえば、こちらの AFS ニッコールレンズを使ってきました。このレンズ、手ブレ補正がついていますし、超音波モーターモデルということで、動画でも活躍してくれる万能なレンズです。開放 F 値を比べてみると、広角側は両方とも F3.5、 望遠側がニッコールレンズが F5.6、 シグマが F6.3 となっていますので、シグマレンズはワンランク以上下のレンズということになるのかなと思います。ただ見ていただいて分かる通り、大きさが違うんですよね。今まで AFS ニッコールレンズはちょっと気合を入れないと使えないレンズだったんですが、このシグマのレンズ、もし写りがいいようであればお気軽レンズとして使っていきたいなと期待しています。この作例はニッコールレンズで撮影したものなんですけど、ちょっと気になっていた点があって、糸巻き型の歪みが出ています。右側の電柱が反り返って見えます。反対側の作例を出すとこんな感じ、やっぱり左側の電柱が反り返って見えます。高倍率ズームレンズなので仕方ないのかなと思っていたんですが、シグマの高倍率ではどんな感じになるか、この動画で比較していきます。背の高さを比べてみます。ワイドターン 18mm だとこんな感じ、かなりニッコールレンズが大きいです。ズームしてテレタン 200mm にしてみます。これズームリングの回転方向が逆なんですよね。一緒に撮影してかなり混乱させられました。テレタン 200mm だとこんな感じです。重さはシグマが 405g、 ニッコールが 560g です。約 1.4 倍の重さがあります。カメラボディに装着するとこんな感じ、 D100 と D200 に装着しました。レンズ大きい方が迫力はありますね。シグマ DC と AFS ニッコールの比較作例を出します。すべてニコン D600 で撮影しています。左がシグマ DC、 右が AFS ニッコールです。まず最初に一番気になっていた周辺部分の歪みを見てみます。どちらもレンズの数字を当てにして 80mm で撮影したつもりが、かなりずれたのも面白かったです。右側の電柱の曲がり具合を見ているんですが、シグマもニコンもそれなりに歪みます。やっぱり高倍率ズームレンズということで、この辺は仕方ないのかもしれません。 135mm に合わせたつもりの作例です。 135mm はシグマの方が曲がっているように見えます。焦点距離によって歪む度合いが変わってくるようです。左側に電柱を入れて焦点距離は 50mm です。もしかしてシグマ DC は歪まないかもと期待したんですが、そんなことはなく、どちらも同じように歪むようです。絞り解放で光量落ちを比較します。ワイドターン 18mm で撮影しています。これはシグマ DC の方が光量落ちしているように見えます。個人的には光量落ちしてくれるレンズの方が好きではあります。1と3分の1段絞って F5.6 の作例がこちら。この作例でもシグマの方はまだ光量落ちが残っている感じです。テレタンまではズームしていませんが、 160mm くらいで絞り解放の作例、この作例ではどちらも光量落ちはなさそうです。テレマクロの作例を比較します。これはシグマの方が大きく写せていますね。同じテレタン 200mm でシグマが最短距離 45cm、 ニッコールが 50cm ということで、シグマの方がよれて大きく写せるレンズです。背景のボケ方を見てみると、よれて大きく写せる分、シグマの方がよくボケているように見えます。白い彼岸花を撮影しました。この作例ではシグマの方が黄色っぽく写りました。やはりシグマの方が一段ボケています。ということで、シグマ DC と AFS ニッコール取り比べしてみました。写りの差というか個性の違いはあったんですけど、シグマ DC もかなり写りが良かったように見えます。使った感触では手ブレ補正のありなしと超音波モーターの差くらいで、それが必要ないシーンでは小さくて軽いシグマを使っても良さそうです。
Sigma DC レンズ主なスペックを紹介します。今回購入したレンズのマウントはニコン F マウントです。レンズ構成は13×15mm、焦点距離が18-200mm の 11.1 倍ズーム、絞りバネの枚数は7枚です。開放絞りが F3.5-6.3、 最小絞りが F22-40 です。最短撮影距離は 45cm、 最大撮影倍率 0.227 倍、1:4.4 です。フィルターサイズが直径 62mm、 大きさが直径 70mm×長さ 78.1mm、 重量は 405g、 希望小売価格は税込みで 73,700 円です。 Sigma DC レンズで先ほど紹介した以外の作例を出します。露光感ズームをやってみました。このレンズは高倍率ズームなのに小さくて軽いので面白い撮影に使えそうです。この撮り方あまりうまくいったことがなかったんですが、この Sigma DC レンズでやってみたらそこそこ綺麗に撮影することができました。テレタン 200mm でマクロ撮影した作例なんですが、フルサイズで撮影したらこんな感じになりました。太陽を直接入れて撮影しています。左上に見えている光棒とか右下の黄色い反射なんかは蹴られた部分に映っているのが面白いです。同じ桜の葉っぱをワイドタン 18mm、 APS-C モードに戻して撮影しました。直射日光が当たらないようにすればこんな感じでちゃんと映ってくれるんですが、ほぼ同じ場所からもう1枚次の作例を出します。日光が思いっきり当たるように撮影しています。虹色の光棒が広がって綺麗ですし、四隅に光量値みたいにフレアというか反射が入って面白い写真になりました。ワイドタン、テレタンで画角を比較します。左がワイドタン 18mm、 右がテレタン 200mm です。 11.1 倍ズームできますので完璧です。天気は曇りでもシャープに映ってくれているのでいい写真に見えます。玉ぼけの作例です。テレタン 200mm、 絞り解放 F6.3 で撮影しています。なかなか綺麗な玉ぼけが出てくれます。解放の F6.3 から F22 まで並べました。絞りバネの枚数は7枚なんですが、 F9 までは丸く見えます。 F13 まで絞るとカクカクしてくる感じです。輪郭に1本線が入った綺麗なボケが出てくれます。動画の作例です。カメラボディは引き続きニコン D600 フル HD30fps で撮影しています。東急田園都市線つくしの駅と鈴懸台駅の間で撮影しています。正面に見えている森のあたりが東京都と神奈川県の県境になります。森の手前が東京都、向こうが神奈川県です。小田急線の作例です。ピクチャースタイルビビッドに設定して色を濃くして撮影しました。いつもどんな撮影をしようか家で考えてレンズを選びますが、高倍率ズームレンズの場合は何も考えないでとりあえず持って行ってどんなシーンでも撮影できてしまうのが一番のメリットだと思います。ということで、シグマの高倍率ズームレンズ DC18-200mm 使ってみました。このレンズ小型なのに高倍率ズームで写りもなかなか良かったのでお気に入りレンズになりました。今まで日光レンズはちょっと気合を入れて撮影しようかなという時に使っていたんですけど、シグマのレンズはお気軽撮影に使っていこうと思っています。最後まで見てくれてありがとうございました。今後も面白いジャンクレンズを見つけてレビュー動画を作ります。また見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。